皆さんこんにちは。不器用女子のてんてんみみです。今日ご紹介するのはこちらのとっても簡単に折れる犬の折り方です。とっても簡単ですし可愛いのでぜひ皆さん折ってみてください。では早速折っていきましょう。準備していただくのは15cm×15cm の折り紙と目やほっぺを描くためのペンも準備してください。では折っていきます。三角形に折っていきます。もう一度三角形に折っていきます。開きます。今折った十字の線に合わせて四つの角を中心に折っていきます。皆さんここまでできましたでしょうか。ではもう一度同じように中心に向かって4つの角を折っていきます。ここまで皆さんできましたでしょうか。では次に一つ開けていただいて中心の線に合わせて真ん中で折っていきます。反対側も中心に合わせて真ん中で折っていきます。ここまでできましたでしょうか。真ん中の線と上の線を合わせてこのように折ります。ここまでできましたでしょうか。今折った線を一度開いて折っていきます。ここは犬の耳の部分になります。できましたか。では犬の顎の部分を折っていきます。このように折ります。反対側を向けます。犬の耳を折っていきます。耳ですね。まず内側に折って耳のここの重なっているところに指を入れて開きます。こんな感じです。反対側も耳を開いて折っていきます。これで大体の形は完成なんですけれども、顔が四角いと可愛くないのでこことこことこことここ頭の部分を丸みを持たせるために反対側に折っていきます。顎の部分も反対側に折り返します。顔が丸い形になりました。これで犬の形は完成しましたので、あとは目と鼻などを描いていきます。目や鼻は大きめな目を描くと可愛く仕上がりますよ。皆さんお好きな犬の顔を描いてみてくださいね。こんな感じで犬の完成です。簡単ですけどとっても可愛い折り紙ですので、
ぜひ皆さんも犬の折り紙を折ってみてください。私のチャンネルの中ではとっても簡単に折れる可愛い折り紙や季節の折り紙をたくさん紹介していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。てんてんみみでした。